なんかあのデビュー曲ですって言われてもおかしくないぐらいフレッシュな感じですね。はい、皆さんどうも、局長です。ということで、本日ついにイッチが完爆したということで、スニーカーズのミュージックビデオ公開されたんで、今からリアクションを撮っていこうかなと思ってるわけですけども、ちょっと時間経ってるんですか？僕まだ見てないんですが、結構ね、マシュマロの方ではもう意見が来てるんですけど、まあいろんな意見があるかなっていう感じですかね。まあでもとりあえず期待してるんで、早速見ていこうと思います。はい、ということでこちらなんですけども、ちょっとねいつも通りバチバチと、止めて見ていくんですが、なんかスニーカーのやつ飾ってたね今ね。このここのギャップがなんかある作品なんじゃないですか。で今回何やら歌詞がいいというか、なんか注目してほしいですみたいなみちちゃん言ってたんで、ちょっとその辺をね見ていこうかな。いやこれユナちゃんの金髪が、いやこれリュジンのロングってなかなか珍しいですよね、ここまでね。いやリズムいいじゃないですか。レジンからのチェリオンな。いや私は勝手にするでってな。いいですね。いらないオーダーな。いやーユナちゃんな。ちょっと待って、ちょっと待って、ここの振り返りのな。いやこのビジュアルよこれ。いやーでもなんかあれやね、その見てる感じの雰囲気とコンセプトと楽曲は全然違いますよね。これなんか変わってくるんかな。私もともと恐ろしいものってない。いいじゃないですか。あ、なんかイッチらしくない今のメロディーでしたね。ちょっともう声切り。シャリアちゃん、いや、結構ルースも増えましたね。やっぱ大人になってきたから。すべても、アッチュード、それでいい。いやー、待って、これ今から、あれ、やっぱサビやったね。ちょっと待って。ここの待って。いやー、あら。これ好きやな。やっぱ、キャラクター、なんか、どういうあれで立ち位置なの？この、作品だからね。で、ここは、ここがサビやね、やっぱね。でも、まあ、これ聞いてたじゃないですか。じゃあ、やっぱサビ前にあんま出すのやめとかええで。いや、聞いたなって感じしたもん、今。驚きはないよな、確かに。いやー、あ、なんか一気に変わった。ちょっと待って。なんか昔の話です、みたいな感じ。どういうこと？待ってた時間。宇宙の。え？あ、なんか、レトロな感じの絵、いやー、待って、リュウジン、なんか、ちょっと前のリュウジンな感じしますね。いやー、なんて、いやー！あ、ビジュアル、なんてんだよ。あ、スニーカーちゃんと。VTuber、ホロスタリングですね。いやー、このちょっと大人色、いやーって。その色気ユナちゃんだ。で、チェリオンちゃんもな、ポニーテールして。あ、アメリカのなんか宇宙のなんか、NASA みたいな。自由で生きていきたい。あ、ここのメロディーいいっすね。自由やでって私たち。いいですね。いやー、ここの時の、でもこの若干画質悪くしてるのはこれわざとなんやね、これね。もうちょっと高画質みたいになってある。いや、コンバース、なんか靴の、まあちょっと後で感想は言いますけど。あれやね、なんか、デビュー曲ですって言われてもおかしくないぐらい、フレッシュな感じですね。やーん、こうやって、
ここのビジュアル、なんだ。まあ、JYP らしい色使いやけど、ここ可愛いですね、これね。いやー、いいのか。いや、色気イヤちゃんの。なんかすごいスニーカー、これ。どういうこと？関係ない。Call me trouble。いや、このユナちゃん、ここのユナちゃん、めちゃめちゃいい。アディダスグッチ、アディダスグッチ、なんか、これ最近のやつじゃん。ちょ、ハイブランドは全然知らんねんけど。これ最近のコラボじゃん。よう、なんか、インスタグラマーの、お金持ちの、なんか、人と一緒にご飯、お寿司屋さん行ってるキャバ嬢がよう来てた。見たことある。いや、おう、ここが一回出された時に衝撃やったとこのコンセプトなんですかね。あ、これもアディダスとグッチョ、これ。あら、あらまあ、すごい世界、サンキューと。おー、いいですね。おう。あ、待って、かわいい、ちょっと待って。あー、これちょっとゆっくり行かして。こうやー、ちょ、いやー、これやろう、大好きなやつやな。あー。からの、いやー、怖いな。いいですね。ゲルやな。からの、おー、あい、レジャーもええな。これ指のこの曲がり具合がギャル。からの、ゆなちゃん、いや、あー。しみるな。いいですね。で、レジン、いや、いいやん。ええー、な。エリジンじゃないの。いやー。すっげー、なんか、キッズ番組みたいな感じの、あれ、映像ですね、これね。あ、来た！自由やでって。視線なんか、どんとなんとかやでっていう。どこまでいけるか知らんけどっていう。あー！やっぱ曲調が、やっぱゆらちゃん可愛いな。可愛いね、やっぱ唯一無二やな、やっぱ。いやー！いやー、これやっぱ楽しそうなんいいですね。仲いいっていうの伝わってくるね、いっちゅうね。いつもこの、ここのストーリーの、なんかどういう、あれなのか、わかる。あ、思うの。あれ？あ、いや、あ、ここでも、衣装いいですね。これいいで。これやで、JYP さんな。あ、終わった。うわー。ちょっと曲聴くな。ああ、なるほどね。わかりました。まあ、曲の感想としては、やっぱね、途中でも言ったんですけど、JYP さんやっぱサビを結構出すじゃないですか、これリリース前にね。それでインパクトに欠けるっていうのは若干あるかもしれないですけど、全体的には、すごいいい曲なんじゃないかなと思いますし、こう可愛らしいシーンもすごい多いミュージックビデオだったんですけど、今やる作品かと言われるとわからん。今やるべき作品か出ると分からん。これ、イッチが何年目ですか？もうね、こう、新人の枠じゃないと思うんで。で、今すごい第4世代が来てる中で、もっとバチンとこう、見せてほしいみたいな。まあ、僕の意見も結構来てたんですけど、わしわの方はね。ファンの方からもね。まあ、そういう意見も多かったかなって思うのも僕も同意かな。まあ、ただ作品としてはいいんかなっていうところですかね。だって、イッチは自由やからな。僕らのオーダーなんかな？ミッチのオーダーも受け付けるのか知らんけど。それ知らんけど、イッチは自由やから。いいんじゃないかな。ところですかね。結構まあ20のファンもなんか好きそうな感じもするような、作品になってると思うんで、こういったね、新しい層も掴んでいくってのは大事かもしれないですね。はい、でもまあ皆さんが思った感想もぜひコメント欄に書いていただければなというふうに思っております。それ今日も最後まで見ていただき、ありがとうございます。